はい。じゃあ、それでは、えー、本日の一斉テスト、行政法の、えー、と解説の方を入っていきます。えー、と、行政法で、これでちょうどね、7科目ですかね、えー、民法から確認テストを今年度やっていきまして、まあ、民法、商法、民事訴訟法、刑法、刑事訴訟法、憲法、行政法ということで、ちょうど7科目目ですね、えー、基本科目の最後の仕上げということでやっていきます。で、行政法についてもこれまでと同様に出題しているものは、まあ、入門講座で問われているところを中心に、 えまあ予備試験、司法試験の過去問、えー、それからあとは簡易記述ということで、まあ、とりあえずはあの論文のパートになるような、パーツになるようなところで、えー、しっかりまあ書けるようにしてほしいところというのを出題しています。えー、ですので、効果測定という点でいうとです、ね、えー、まあ従来から結構言ってるところで、あの入門講座が終わった人と、やっぱりあのこれから今年しのね予備試験の担当論文向かっていく方で、ある程度達成目標変わっていきますけれども、まあ、入門講座を一通り受けて、えー、で大体のことができてるかなというところをまあ目標にまずしている。 方ですね。ええー、については約8割。まあ担当だったら。 ええー、まあ、五十問のうち、約四十問ぐらいの正解が取れてれば、まあ、十分かな、というところです。で、あとは、記述式に関しても、今書けなくても言われてわかるって状態が入門段階でなってれば、まあ、とりあえずいいかなと思います。後で、あの、まあ、聞いてみて、あ、そうだなってことで、復習してカバーできているのであれば、十分かと思います。で、もし、なんか、それで抜けちゃっては、もう全然、何のことがわからんみたいなところについては、あの、しっかり、あの、該当箇所、復習しておく必要があるかな、というところです。で、あとは、あの、あと、もう一つは、ですね、あの、もう、今年、合格目標で受けられている方は、あの、特に担当に。 発言しちゃいけもいけない問題ばっかりです、えー、特に、まあ、罰足に当たるものについてはさすがにこれ引っかかっちゃいかんよみたいな罰足を引っ出しているところなので、えー、今年合格目標の方は。 まあ、本当は間違えちゃいけないんだけどね。間違えたとしても、まあ、数問で止めたいというところですかね。で、記述式に関しては、これは論文式、まあ、特に予備試験のレベルっていうことで言うと、この記述式の問題はやっぱり一問たりとも外せない問題っていうのを出してますので、まあ、抜けてるところがあったら、しっかり確認をしておくといいかと思います。では、それでは早速担当の方を見ていきましょうかね。で、担当に関しては、今回担当プロパは出してません。あの、例えば行政手続法とか、行政副審査法とか、情報公開法とか、まあ、どちらかというとも担当で え聞かれる、なんか細かい知識みたいなのは出さずに、も論文で問われる問題かな、えー、でも丸バってしっかり整合できるものを出してますので、ちょっと抜けてるところがあって、かつ間違えちゃったら、ちょっとしっかりえ復習しておこうという問題を出してます。で、詳しくは解説冊子もありますけれども、ああ解説冊子読んでいくと結構な時間かかれると思いますから、まずはき今日の解説講義の中で、大体ろまあ60分強ですかね、の方の中で、ポイントをポンポンポンやっていくんで、分かってるところは OK、分かってないところについては、まあ、 あの、ここ抜けてたな、みたいな形で、あの、後日、まあ、後日が、まあ、今日でもいいですけど、復習しっかりかけていただくと、まあ、いうことになります。まあ、出典についてもね、解説冊子の方では載っけてますので、大体まあ、予備試験、司法試験の過去問からかな、の方で一応出してますので、一応まあ、この辺の解説とかも、まあ、場合によっては必要に応じてね、確認しておいていただければと思います。じゃあ、それでは、1番から順番に行きましょう。 まず1番、下級行政機関は上級行政機関の発する通達に拘束されるから、行政機関が通達に反する処分をした場合、無効となるとありますが、まず聞かれていることのポイントは、通達なんで、あくまでも行政規則ですよね、うん、上級行政機関と下級行政機関の間の内部的な拘束しかありませんので、国民に対して何らの権利変動はありませんよね。 えですからまあ通達違反のものがあったとしても、えー、それがえ違反で無効になるということはないです。あ,のあくまでもあの行政機関の内部に対する拘束力はあるけれども、通達っていうのは、さっきも言った通り、あくまでもあの行政機関の内部の話だから、その国民に対しての法規制って全くないんですよ。えー、ですから仮にえこの 通達違反の処分を行政機関が行ったとしても、えー、それはあの裁判所との関係では全く関係ないということになります。司法審査の中では、まあ、通達違反だから無効だよというふうに言われることはないということなので、まあ、1番はまあそれで罰ということでいいでしょう。では2番、2番は民法の問題ね。えー、とキーワードとしてはあれですかね、公物自己取得できるかっていう話です。で基本的に公物は自己取得の対象になるというのが判例ね。 で一応、ここにもある通り、この図にまさに図というか、2番の足に書いてある通りで、あの公共用財産である水路が長年の事実上、公の目的で強要されることなく放置されていて、で公共用財産として携帯機能を全く喪失したという状態になっていると、でその中で、私、まあ、人が、まあ、ずっと水田として利用していると、自公機関の占有が継続した場合には、自公取得が成立する、ここまであってます、自公取得が成立するんだけど、キーワードはどんな話でしたかね。 こういう事項取得が鉱物に対して成立するときは、目次の公用廃止がなされたってことを根拠とするわけねですから、ここに書いてある通り、公用廃止決定がなされていないからっていうこの部分が間違いってことになります。一応、判例のキーワードは、目次的な公用廃止がなされてるってことね。判例も言ってるのそこなんですよね、もうこれは公用廃止が目次的になされてるから、まあ、原始取得するわけですよ。 えー、公用配止しているわけだから、私人でも鉱物を原始取得として自己取得することができるってしたわけですね。次に3番、はいえー、公営住宅、これ、判例がありますね。えー、これも、えー、公営住宅の使用関係というのは広報関係ではあるけれども、えー、基本的には、私、えー、人間の、えー、家屋、賃貸借関係と異なるところはないことから、民法や借地借家法の適用があるというのが判例です、えーと。ちなみにだから信頼関係破壊の法理が適用されるよなんていうのがね、えー、この判例の行使でした。 つまり、公営住宅の使用関係といった広報関係であったとしても、それはあくまでも、公用、広報関係ではあるけれども、基本的にはもう民法の規律を適用しますというのが判例ですので、まあ、これは今日の講義でもやったけど、あの今日の,あの後,後半でも出したんだけど、いわゆる広報司法一元論だね、広報関係に司法関係適用されるかどうかというのは個別具体的に考えていきましょうということになりますから、そうすると、この、えー、公営住宅の使用関係では基本的にはね、その、 民法の賃貸借とはあまりあの実態と異ならないですからね、えー、このように民法借借の適用はあるというのが判明ですでは次に四、はいえー、番もこれ憲法の問題かしらねの通達課税の問題です、えー、と一応パチンコ給油機通達事件を想定できていれば OK です、えー、パチンコ給油機について、えー、こ,のこれは課税対象物品にあたるという通達が出ているとでこの時に税務署長が法令解釈を変更して行った物品については はいえー、法律の重宝に反するかっていったらそんなことありません、判例が言ってるのは、一応これ、忘れてる方はキーワードを確認しておいてください、えー、たまたま通達を契機にしてなされたとは言っても、法の正しい解釈に合致する以上、OK だってしてるわけです。 えっと、これは、あの、憲法84条の問題でも出てくるね。あの、租税法律主義のところでも出てくる判例です。あの、別に、あの、通達の取り扱いによって、今まで課税されてなかった物品が、その通達課税っていう形で課税物品に、え、解釈によって変わったっていう場合でも、これは法の正しい解釈に適用あ合致してるなら OK なんですよ。えー、たまたま通達がね、えー、きっかけだったとしても。ということで、まあ、結論はツと。で、次。えー、これはもうしっかり当てたい。 えー、5番、行政庁が適法に行った行政行為を事情の変化にも伴い将来に向かって撤回する。ということは、これ、あの、確認ですけれども、いわゆる行政行為の撤回の話ね。あの、間違えちゃいけないのは、職権取り消しと撤回って全く違うわけね。あの、行政行為の職権取り消しは、原始的な瑕疵があるものを取り消して、訴求的に効力をしわせるもの。だよね。えー、原始的な瑕疵があるものに対して、えー、行政庁が この原始的な過失がある行政行為について、職権取り消しという形で、訴求的に効力を失わせるのが、職権取り消し。で、撤回っていうのは、成立上問題がなかったものが、事後的な公益上の必要性とか、事後的な事情変動で、将来に向かって効力を失わせるもの。 これは一般的には運転免許の取り消しなんかがこれに当たりますよねえ。もともと運転免許は無事に成立してるんだけれども、途中で違反とか事故を重ねちゃって、こいつに免許を持たせるわけにはいかんぞみたいな状況になったら、将来に向かってあんたの免許はなしよってやるやつ。だからよくあのあの言葉としては取り消しっていうふうに使われているものが、工学上撤回だったりするようなケースが多いね。その運転免許の取り消しとか、あとはあの飲食店の,あの営業の取り消しとかね。え運あの例えばあれもそうでしょ えー、飲食店の営業の取り消しなんかも、最初に営業許可出したときには問題なく、あの飲食店が営業できるんだけれども、途中で食中毒,食中毒とか起こしちゃったりして、えー、こいつやべえなってなったときに、それで食券取り消しで将来に向かって効力を打ち出せると、まあ、いう話になるので、そこの区別しっかりやっといてください。な,なんでこれを言ってるかっていうと、食券取り消しは上級行政庁もでできるんですよあのこれは監督権の一環ですから。 もともと原始的におかしいって話でしょもとともも原始的におかしいのを要するに将来にもともと原始的におかしいものをそれを、まあ、職権取り消しで訴、ね、求的になかったことをするっていうのはこれはもともと原始的な過失があるわけだから処分庁だけではなくて監督庁も行えます。 それは監督権の一環として行えるんだけれども、ただ、撤回っていうのは違うでしょ、撤回っていうのは、事後的に事情変動があって、新たに効力を失わせるって話だから、それは言ってみれば、処分庁しかできないんですよ、つまり処分の裏表だから、処分の裏表だから、処分庁しかできないので、そうするとここで5番で書かれている、この将来に向かって撤回する、いわゆる行政行為の撤回は、当該行政行為を行う権限のある行政庁に限られるから、この監督権を持っている行政庁でも撤回することができない、これ、正解。 あの一応 CF で書いておくと、これ、職権取り消しと混ざる人、非常に多いので、職権取り消しは一応、通説的な見解からすると、監督権のコースとして上級行政庁もできますからね。はい、えー、ということです。で、ちなみにここではあの書いてないけど、あの職権取り消しも撤回も、基本的に法律の根拠はいりませんからね、えー、法律の根拠はいりませんっていうところも確認しておいてね。 6番、審査請求に対する採決については、特別の規定がない限り、採決庁自らにより取り消すことはできない、その通り、これは行政行為の不可変更力ってやつですよね、行政行為の効力で、総称裁断的行政行為については、まあ、今回まさにこれだわね、審査請求に対する採決といったような、総称裁断的な法律行為については、不可変更力がありますから、法律の特別の規定がない限りは、採決庁はこれを取り消すことはできなくなっています。いいですね。これはまあしっかり確認しておきましょう。はい、7番 はい、7番は行政行為の効力が生じるのは、これは到達事節ということになりますよね。で、到達事節なんだけど、現に到達したときではなくて、領地すべきべき状態だよね。だから、例えばよく出てくるのは、ポストの中にポーンと手紙を送ればそれで到達です。現にその人が受け取って見たとか、そういうこといりませんからね、領地すべきときなので、まあ、よく言われているのは、ポストに入れたとか。 あとは、脇前のあるものですかね。家族であったりとか、会社に対してだったら、従業員とか、脇前のあるものにその書面が到達すれば、相手方が領地すべき状態になるということになりますので、まあ、7番もあるということになります。では、次に8番。8番はもうこれ、論文の問題ですね。課税処分の違法性は、滞納処分に承継されないことから、その通りですね、判例上、違法性の承継については、例外的に認められる場合もありますよ。まあ、今日テストで出しましたけど、安全認定と建築確認とかね。 安全認定の建築確認とか、まあ、そういう例外的な場合はありますが、原則として、えー、行政行為には肯定力がありますから、えー、先行行為に違法があったとしても肯定力があるから、あの高校処分の取り消し訴訟の中では、まあ、例えば今回だったらあの、この肯定力が働く場合には、まあ、普通は課税処分、滞納処分というふうに連続するわけですよ。 でそれ、滞納処分の取消し訴訟を提起したときに、だから高校処分の取消したねを提起するときに、じゃあ、そもそもの課税処分が違法だって言えるかっていうと、肯定力が働いている場合には言えないよね。肯定力が働いている場合には、要するに当然、無効の場合は別としてだけどね、肯定力の働く行政行為については、その適切に取り消されるまでは、例えば取消し訴訟とかね、えー、もしくは、 まあ職権取り消しとかさまざまありますけど、あとは審査請求の任用とかね、えー、少なくとも肯定力が働いている場合には、えー、権限ある行政庁に取り消されるまでは一応適法だって扱いになるから、例えばこの場合だったら、高校処分だね、滞、え、納、ー、処分の取り消し訴訟を提起してもその、そもそも課税処分がおかしいということは、滞納処分の取り消し訴訟の中では言えないから、ね、いいですね、これはあの肯定力が働いていますので、えー、なので、えー、課税滞納処分の 対、えー、能処分の、えー、取り消し訴訟においては、えー、課税処分の違法を対能処分の違法自由として主張することは許されない。えー、これはもちろん先ほど言った肯定力です。えー、まあ、行政処分には肯定力があるから、えー、課税処分の肯定力がある場合には対能処分の取り消し訴訟の中では課税が違法だってことは言えません。いいですね。ただ例外がありました。肯定力が働かないのは、えー、当然無効の場合は別としてなわけですよ。 ということは、この下に書かれていますが、重大、明白な違法があって無効であるとの主張は、これはできます。いいですよね。あ,のあくまでも取り消しうべき行政行為と無効の行政行為の違いを確認している問題。いいかな。つまり、取り消しうべき行政行為については、肯、え、定、ー、力が働いているから、高校の取り消し訴訟では主張できないんですよ。ただし、無、え、効、ー、の行政処分については、肯定力働かないから、高校処分の中でもうこんな風に言ってですよね、構わん。で、無効っていうのがキーワード、これでしょ。 重大かつ明白な違法というのが、これが無効自由ですよね、えー、重大明白説ってやつになりますので、えー、シュッといければいいと。はい、じゃあ、次、9番。えー、9番については、こちら最高裁の判例によればということですが、いわゆるあの保育所廃止条例に処分性を肯定したものね、えー、原則としてはあの条例にはあの処分性ないんだよね、一般,一般的なものだから。一般的な規範だから条例,にはこうあの条条例が 取消訴訟の対象にはなななららいい処がかね、えー、ではあるけど、例外がこれでした、えー、この保育所廃止条例については、えー、判例はこう言ってました、あのはその現にあの保育を受けている児童や保護者ね、えー、現に保育を受けている児童や保護者については、保育の実施期間満了まで、えー、当該保育所で保育を受けることを期待し得る法的地位を条例によって違法に侵害されたと主張して、取り消し訴訟を適法に提起することができるとされています。はいい,いいでしょうね あのちなみに今日確認テストになっちゃうので、あれですけれども、あの結構ここ、重要判例だったりするので、あの本来は条例っていうのは一般的には行政処分に当たらないんだけれども、これはあのどんな条例だったかっていうと、特定の保育所を廃止するというだけの条例なんですよ。だからまあ例えばもう、この条例が、まあ、実際、効力が発生する、まあ、この条例が施行されると、特定の保育所がまあ特段なんか廃止決定とかなくなくなるんですよ、えー、実際。その この条例が、まあ、効力が生じると、その条例で定められた特定の保育所が、もう廃止の効果が条例の施行とともに発生すると。つまり、後続して行政庁が、例えばね、保育所の廃止決定とか、保育所の廃止処分とか、そういったものを全くせずに、条例によって直ちに、その、保育所廃止の効果が生じる、なんていうことも判例も言っていますで。あとはもう一つ、あの、これは復習になるので確認だけれども、もう一つ、これ、権利救済の実効性の観点からも、この保育所廃止条例について、これ、 取消し訴訟を認めてあげた方が、取消し訴訟っていうのはあれでしょ、大成功があるでしょ。えー、なので、取消し訴訟って大成功があるから、もしこれを仮に民事訴訟で、この保育所廃止条例を争うってなると、規範力って当事者しか及ばないわけですよ。だから、ある保護者との関係では保育所は存続するけれども、ある保護者との関係では保育所が存続しないみたいに、その規範力は当事者間でしか及ばないから、そうするとかえって混乱が生じると。で、で取消し訴訟を提起すれば、取消し訴訟の,あの任用判決には、 えー、第三者項つまり大成功がありますから、そうするとまあ一括してじゃないけれども、統一的にその保育所の廃止についての効力っていうのが定められるんで、まあ、民事訴訟とか実質的当事訴訟をやるよりは、えー、この取消訴訟を提起して、まあ、任用判決で大成功をもたらした方が、まあ、法律関係の安定にも資するなんてのも理由に言ってた、まあ、このあたりしっかりあの確認しておきましょうということですね。 はいえー、と10番、えー、10番についてはもうサクッと終わる問題。まあ、予備の論文でももう過去に出てるね。公害防止協定。えー、これは一般的に行政契約です。えー、反連立場で。行政契約だから司法上の契約でしかありません。したがって書いてあるりあり、あのこんなふうな臨時立ち入りとか無理よ。あ,のあくまでも行政契約に過ぎないし、えー、この え公害防止協定によって生じる責任は民事上の債務不履行責任のみですから、このように公権力性を創出することは無理です、もう行政契約は定義上、私人が対等の関係でやるわけだからね。というところ、はい、で次、11番、えー、と11番、これもう結論×なんだけど、あの裁量の逸脱乱用ってどうやって判断するあのこの11番の判断方法は最高裁は取ってないからね。あの最高裁が取っているのは、この後やるけれども、あの裁量権の行使としてなされたことを前提として、 そのまあ、言ってみれば、重要な事実の基礎を書くか、または判断の内容が社会通念上著しく合理性を書くか、著しく妥当性を書くかどうかっていう判断だよね、まあ、ざっくり言ってしまうとね、まあ、重大な事実誤認があるようなケースとか、あとはまあ著しく判断の内容が社会通念上妥当性を書くかどうかっていう判断枠組みを取りますから、まあ、このように裁判所が懲戒検事と同一の立場にとって懲戒処分をすべきかどうかみたいなことを、その裁判所だったらこういう判断をしたよ。 であなたはこういう判断をした、それが違うから違法だよっていう風な判断は最高裁取ってないからね。ちなみにこの11番の判断方法を、まあ、覚える必要はないけど、判断第一方式って言いましたよね。えー、この判断第一方式と呼ばれるもので、この判断第一方式は最高裁取ってませんで。繰り返しこの判断はしないって最高裁言ってるんですよ、判例の中で。なので、これ出てきた瞬間、もバツで、ね。まあ、単純に、もう裁量権の逸脱乱用があったかどうかっていうのを見るにあたっては、 ざっくり言えば社会通念上著しく妥当性を欠くかどうかというテストですから、あの裁判所がもし当裁判所だったらこうやっただろうみたいな、そういうふうな家庭的判断はしませんということね。はいじゃあ12番、えー、ということで、12番なんだ、これ、えー、都市規格における都市計画決定については、えー、当該都市施設に関する諸般の事情を総合的に考慮した上で、専門的、技術的な見地から判断することが不可欠であり、えー、このような判断は行政庁の広範な裁量に委ねられている。 ちなみにこれでもう判例分かるね、小田急ね。えー、小田急の効果性判例ね。で、したがって裁判所としては何かって言ったら、はいえー、裁判所は行政庁が、考慮すべき事項を考慮せずに都市計画決定を行ったことを理由に挙げて、当該決定を違法とすることはできない。あのこれはまさに、あれでしょ、えー、この行政庁が判断過程において、考慮すべき事項を考慮しないというのは、これまさに多事口あごめんなさい、考慮夫人ですよね。えー、ということは、これは、あの、 一般的にコール婦人だから、あの著しく、まあ、これ、社会通念上とか省略してますけれども、判断の内容が社会通念上、著しく妥当性を書く場合には、それは違法自由になるよね。 まあ何が言いたいかというと、裁量があったとしても、裁量の逸脱乱用があれば違法になるからね。えー、なので、今回、裁量に委ねられているから、何でも OK みたいなこと言ってるわけだけど、そんなことないです。えー、裁量があるということは、裁量の逸脱乱用があったときには違法になるよって話だから、ま,あ、まさにこの考慮婦人型の場合であれば、その考慮を婦人したことが、考慮し婦人がないですね。 考慮しなかったことが著しく妥当性を書くならもうさようならって話で、これは違法になるからね。はい、じゃあ13番。えー、ということで、次もなんかふーっと書いてありますけど、裁量が認められるときには、処分が社会通念上、著しく妥当性を書き、裁量権の乱用に当たらないりまり、まあ、ここまでなんかあってそうなんですが、はいえー、処分に理由の提示に不備があったとしても、違法とされることはない、そんなことないです、手続き的違法によって違法になることあるからね。いいいよねあの一応これも行行政行為のの違法っていうのは あのいわゆる実体的違法ね、裁量権の逸脱乱用といったような実体的違法だけではなくて、重要な利戦すべき手続きを経なかったら、それでもって違法になるからね、で特にこの理由付きの不備なんか典型ですからね、えー、もしくは不利益処分で弔問しないとかね、弔問、まあ、とか弁,弁明の機会を不要とかあの、不利益処分なのにね弔問とか弁明の機会を不要しないとか、あとはこれ、本来だったら理由付きが必要なところを理由付きが適当だとかね。 まあそういうものについては、結構重大な手続き的違法になりますから、まあ、これは詳しくは行政手続き法とかに、えー、規定されているところですが、まあ、今回だったら、この処分の理由の提示に不備があった場合には、行政手続き法14条に違反してきます。行程の適用がある場合ね。ということになりますから、まあ、手続き的違法っていうのは、これは普通に取り消し自由になるからね。えー、手続き的法は取り消し自由になりますからね。はい、じゃあ次に。はいえー、と14番も結論のみになりますかね。 えー、不利益処分の理由の提示による不備は、はい、具体的根拠が明らかにされれば、このことによって治癒されるということはありません。あの、の治癒っていう問題ですけれども、これは、あの、簡易記述でも私出したんだけど、理由付きの趣旨って何かって、行政庁の死の抑制と、あとは非処分者に対して不服申し立ての便宜を与えることにあるわけだよね。でもしこれ、可視の治癒認めたら、何でもありになっちゃうからね。一番最初、行政庁が適当な理由つけて、で、それで、なんか相手が文句言ってきたら、じゃあ、 じゃ,あち,ゃんとかちゃんと教えましょうかっていうふうに、えーねあ、後々になって文句言われてからとかね、後々になってから理由付きをやることで治癒されちゃうってことになると、もう一番最初に何でもやれちゃいますからね。えー、ってなると、やっぱりそれは行政庁の死の抑制とか、被処分者の不服申しの準備みたいなのは全く果たせないんで、まあ、基本だめだろうと。いいいいううに考ええてしまえばいいでしまばでょうねはい、じゃあ15番 はい、15番、これ、あの忘れてる人はもう判例見といてください。これ、伊方原発訴訟の中で示されたもので、まあ、基本的にはほぼほぼ合ってるんですが、はいえー、引っかかっちゃいけないところですね。はいえー、とこれです。当該設置許可の処分時の科学技術水準を照らしてが間違ってるあの。ちなみに一般的には、これ重要なところなんで確認すると、うん、あの取り消し訴訟における処分あの判断基準時って大体処分時なんですよ。まあ、これ、取り消し訴訟に限らず。 え、取り消し訴訟に限らず、例えば国家賠償請求訴訟もそう。まあ、一般的には、その行政訴訟において、違法っていつを基準と違法とするかっていうと、基本的には処分時なんですよ。処分時に違法だったかどうかっていうのが判断されるんだけれども、この伊方原発のみ例外です。あの、これは何かというと、原発の設置だから、例えば処分当時は、なんか問題だったんだけど、逆か。処分当時は特に問題なかったと考えられてたんだけど、現在において、これやべえってことになったときにね、 処分時節取ると取り消せないんですよ。で、原発の設置認可っていうのは、もし仮にさ、処分当時の価格水準に照らせれば問題ないっていうふうに思われてたんだけれども、現在の価格水準に照らしたら、これ事故る可能性あるぞ、ということがもし明らかになった時に、処分時節維持すると、どうなりますかねもう原発事故の可能性のあるようなものを取り消せなくなっちゃうわけですよ。 なので、一応、判例はそこまで明示はしてないんだけれども、おそらく背景としてはそこにあるんですよね、えー。やっぱり原子力発電所の設置認可みたいなものになってくると、処分当時の価格水準に照らしてっていう判断枠組みを維持しちゃうと、なんか現在やばいってことが発覚した後に何もできなくなっちゃう。ということで、基本、ここに書かれている処分時ではなくて、これは現在の価格水準です。えー、現在の価格水準です、えー。で、繰り返しになるけれども、これはあくまで例外的な場面ね。あのー 原則は、あのこの原子炉設置認可の取消訴訟におけるっていう、この部分がまあ一応、ふわーっと書いてあるんだけど、あのこれ特有ね、あくまでも。あの原則はあの処分事実だから、<laughs> えー、取り消訴訟の基準値は原則として処分事実取りますから、あのこれはあくまでも例外だってことは押さえてください。だから同じように結構専門的な話の、例えばね、えー、教科書検定の認可なんかは、やっぱり、これは処分事実なんですよね、やっぱりね。その 教科書検定もなんか似たような,な、こういう話で出てきますけれども、まあ、教科書検定の違法処分、違法基準値っていうのは、教科書検定はその検定がなされた当時の水準に照らしてなんだけど、この科学技術のこの原子力だけはちょっと要注意です。あの担当でも引かれてるというか、現にこれ出てるからね、あのしっかり書きましょう。じゃあそれでは16番いきましょう。ある程度ね、スパスパ、えー、っと、いきます。はい、えー、これはめちゃくちゃ重要な話ですね。えー、っと、16番。 あのこれはあれですよね、呉市の中学校の,あの施設利用に関する判例でしたね、えー、公立学校施設の目的外資を利用するが否か、原則として、えー、管理者の裁量に出られているのを解する、はい、ここまでは合ってます、ただ、えー、これ、設置目的に照らせば、教育上支障がない場合には原則として許可すべきものであり、はい、この時点でも罰ですあの。これは憲法の復習になるんだけどね、あの市民会館の利用とは違うからねあの、市民会館は原則こんなノリなんですよ。 市民会館は正当な理由がない限りは、申し込みについては正当な理由がない限りはもう認めなきゃダメなんですよ。なんでかって市民会館ってそういう場所だから。市民会館っていうのは集会の場所として行政財産として供されているわけだから、まあ、確かにこれ、地方自治法の244条なんかを見ても、まあ、基本的には市民会館をはじめとする公の財産については、その市民会館のようなものであれば、 市民会館みたいなものについては、例えば使用させてくれっていう、ね、申請があった場合には、正当な理由がない限りは拒めないんですよ。まあ、これは地方自治法にもありましたよね。えー、そういった公の施設を利用申し込みがあった場合には、正当な理由がない限りはこれを拒んではならないって書いてあるので、まあ、基本的にはそれとの対比です。ただ、学校って違うんですよ。学学校校って学校だからね あのつまり、あくまでもこれ、教育用の目的だから、目的外利用については、基本的には原則として許可すべきではというふうに判例言ってなくて、もう管理者の裁量で決めてくださいということになりますあの。ここはちょっと忘れてる方はもう一回確認しておいてください。あの一応学校のの施設の設置目的に照らせば あの学,校あの学校教育上、支障がない場合には原則と許可すべきがま間違いです。あ,のあくまでもその市民会館のようなものとは違って、学校というのは教育施設ですから、その目的外使用についてはね、その目的外使用については、基本的には学校長が決めるということです。いいですね、で一応、これは目的外使用だからね、あのまさにその判例、まあ、呉市の中学校の判例で。ちなみに呉の中学校の判例、覚えてます あの結局、学校長に裁量があるとした上で、その続きがあるよね。やっぱり裁量の逸脱乱用だってした判例、ね。いいかなあのこれは一応この、ちゃんとそこまで読めないと、この問題解けないので、その目的外使用については、もう学校長の裁量にあるわけだけれども、ただ、やっぱりその裁量があることを踏まえても、裁量の逸脱乱用があったんだってしたのが、この呉の中学校の判例、ね。どうしてだったかっていうのも確認ですが、基本的にはあれだよね、 中学校の学校の先生の研修だったんで、すよね中学学校校ののの先生研もずっと、その慣用的に学校施設使ってたんですよ。学校施設を、いろんな学校施設を使って、中学校の先生が研修施設として使用申し込みをしている。だから教育目的そのものではないとしてもね、教育目的そのものではないとしても、慣用的に中学校とか小学校とか、そういう施設を利用する学校の教員としての研修だったということを考慮してなかった。 それからあともう一つが、あれだよね、立ちコール的なところから言うと、これ、学校の先生が拒んだ理由何かって言ったら、反対勢力が押し寄せてくるからみたいなね、そのまあ、研修を中学校の先生が研修すると、反対施設とか、外線者がやってきてで、学校の子どもたちとか、まあ、近隣に迷惑がかかるからダメだって言ったんだけれども、あの土日だったんですよね、これね。あの土日での利用だから、そもそも学校にあの、まあ、児童、生徒がいるような感じでもないし、過去に現実にそういった。 人たたちが来たわけでもないとあの、まあ、現実になんていうのその反対勢力みたいなそういう人たちがまあ外旋活動を行うという,うういう予告があったわけでもない。ということは、まあ、実際、危険性というのはあくまでも想定にとどまるわけだよね。そうすると結局はそういう学校の先生で寛容的に中学校とか小学校とかの施設を利用して行うという、ね、そういう研修という性格をあまり十分に考慮せずにえ逆にその何かが押し寄せてくるんじゃないかと。 土日にもかかわらずで、ね、何かが押し寄せてきて、それで子どもたちとか近隣住民迷惑かけんじゃねえかっていう、ある意味、机上の空論みたいなことをさらに重視したっていうことから、まあ、いわゆる考慮婦人、多次考慮として、著しく裁量の逸脱乱用があったから違法にしたっていう話です。でこれは論文とかだと、これに近い問題出る可能性十分あるからね、裁量の,の逸脱乱用に対して判断して、結構重要な判例です、ね、あので、一応その前提として、この部分ねあの、いわゆる市民会館の使用とは違うんだってところね。あの この、えっ、ー、と、足は市民会館っぽく言ってるからダメよっていう話で、ね。というとこです。はい。ということで、こんなとこでしょうか。はい、じゃあ、17番。はい。行政庁が行政処分によって指示に義務を課すことができる旨の法律に定められていても、即時強制を行う旨が法律に定められていなければ、即時強制を行うことは認められない。まあ、そうですよね。あの、あくまでも即時強制は義務の履行加工手段みたいな話ですから、まあ、あのそもそも、あの、即時強制っていうのはあれでしょ あのそもそも義務を命じるいともがないようなときにあの、まあ、無理やり実力加えて目的達成するやつです。あのまあ、典型的な即時強制の典型というのは、あれでしょ火事が起こったときにあの消防車が通れないところとか、でなんかその消防庁の判断で、えー、例えば延焼可能性がある建物をぶっ壊しちゃったりとか、まあ、緊急車両が通れないようなときに、えー、それをまあ消防庁の判断によってぶっ壊しちゃうと。 まあ言ったような、まあ、言ったような緊急事態で義務を命じるいとまがないような場合に実力で目的を達成するというのが即時強制というものでした、えー。ということです。そうすると、この即時強制、即時執行というものについては、やっぱりこれはその義務を課すということとは別の不利益を与えますから、あのということはもちろん法律の根拠いりますからね、えー、法律の根拠がなければできませんということになります。えー、なのでうんと、ね、まずそもそもこれ17番はその意味では、あの 即時強制の定義もずれてるからね、これね、あの正確に言うと。即時強制ってのは、そもそも義務を命ずるいともがないような時にあに、緊急で行うもんだからね。あのさっき言った通り、価値が発生しました、火災が発生した、でその時に緊急車両が通れないから判断でぶっ壊すよとかね。まあ、あとは、うんあとはまあ即時強制とかだと、他にも、まあえー、例えば感染症、特定の感染症の人に対する強制入院措置とかね。 まあそういう義務を命ずるいともがないようなときに実力を加えちゃうというのが即時強制だからそもそもこれ定義上義務の内容を実現する即時強制という葉がそもそも義務が発生していないものに対して行うのでちょっとこれも足として怪しいかなという判断が欲しい。はい、じゃあ18番 はい、18番についてはえ、行政上の強制徴収が認められている金銭債権については、民事訴訟を提起することはできません。はい、これ、そうですねあの、いわゆるバイパス理論ってやつです。あのいわゆる金銭に関しては、あの行政上の強制徴収、まあ、典型的には国税徴収法ってやつで、え国税徴収法の例によってえ行うことができるものは民事訴訟ではできないというのが判例、ねはい、で。 はい、公害防止協定に基づく義務の履行を求める訴えは、はいえー、不適法である、違います、えー、公害防止協定っていうのは、あくまでもこれは、えー、司法契約と同じ扱いになります、ですから民事訴訟として別に適法です,いいです、ねあの、あくまでも民事訴訟を提起することはできるから、その法律上の総称とは言えないから、不適法であるは間違いということになります。 でこれはこの後話しますけれどもあの、いわゆる宝塚パチンコ訴訟の中で、行政上の義務の履行を求めた訴訟の提起はできないよ。いいよね、あの例えば、行政上の義務の履行を求めて民事訴訟を提起するとかね、えー、確か宝塚パチンコ訴訟だったら、えー、パチンコ店作るなみたいな、そういう差し止め訴訟みたいですよね、えー、パチンコ店の工事をやめろみたいなね、えー、そういう訴訟、まあ、それはできません。 それはあの行政上の義務の履行を求める場合には、それは法律上の総称じゃないから、なんでかって言ったら、行政上の義務の履行を求める訴訟っていうのは、これは公益目的になっちゃうから、法律上の総称の定義のうち、あれだよね、個別具体的な権利、法律関係に関する紛争じゃないからね、いいよね、個人の権利、法律関係に関するねあの紛争ではないから、行政上の義務の履行を求めてえ民事訴訟を提起するってことはできないんだけど、ただ、そうじゃないものは普通にできますから。 例えば今回だったら、これ別にあの、公害防止協定に基づく義務の履行っていうのは、まあ、これ言ってみればあれですよ、財産権の主体としてやってるだけですから、えー、財産権の主体として、えー、債務不履行責任を問うみたいな話だから、これは別に行政上の義務の履行を求めてるわけじゃないからね。はい、じゃあ次です。はい、秩序罰としての過料、はいえー、裁判手続きによったら、えー、貸すことはできない。ということですが、これ、過ち料はこれ、行政罰なんで、あのー、あくまでもあれでしょ。あの えと刑,刑法とか刑事訴訟法の適用ないからね、あくまでもね。あのつごめんな秩序罰です、正確に言うと。あの過ち料というもので、これは秩序罰なんで、えー、秩序罰に当たりますから、まあ、行政罰のうちの秩序罰ってやつです。えー、行政罰のうち秩序罰ってやつで、ちなみに確認すると、行政罰っていう概念がすごい一番広い概念で、それを分けると、行政刑罰っていう概念と、秩序罰って概念があるんだよね。 あの懲,あの懲役とか罰金とか、そのあの行政刑罰というのは刑事訴訟法とか刑法の適用があるもの、でまあ、前科つきますよね。えー、いわゆる行政罰,行政罰のうち行政刑罰については、まあ、さっき言った懲役とか罰金とか刑法に規定がある、えー、処罰を科すものですから、えー、それはあの刑法とか刑訴法の適用があるんだけど、それとは別な話ね、この秩序罰っていうものです、過ち料は、ね、ではも 行政の秩序を破ったことに対するペナルティなんで、刑法とか刑訴法の適用はないのでね、もうこれはもう罰ということでいいでしょう。では次、21番いきましょうかね、えー、国または公共団体が相手方に新たな義務を課することを内容とする契約を相手方と締結するにあたっては、はい、これ、行政契約になりますよね。契約を結ぶということは、法律上の根拠はいりません。いいですね あくまで行政契約は対等の立場で行うものだから、侵害留保説でいうと、この権力的な侵害行政の権力性書きますあ。書きます、ごめんなさい。あの一応、法律の根拠が要るのは侵害留保説からすれば、権力的な侵害行政ですからえ、行政契約は性質上非権力性ということになりますから、法律のよくいらない。まあ、行政処分とかもああの、行政契約が今回聞かれてますけど、行政指導なんかもそうですよね、性質上ね。はい、じゃあ22番。はい、えー、と22番は、まあ、これ、罰だよね。 あ,のあくまでも行政手続き法については、行政上の意思決定の透明性の向上を図ることも目的としています。えー、これは行政手続き法1条で書かれていますので、えー、ここは確認しておいてくれれば OK。では23番 はい、処分の取り消しの訴えは、審査請求することができる場合であっても、直ちに、えー、提起することを妨げない。えー、その通り、原則としては自由選択主義ですから、審査請求ができる場合でも、取り消し訴訟を両方提起することができます。で、当該処分につき、審査請求されているときは、採決があるまで提起することはできない。あのそんなことありません。あの普通にできます。だから両方とも並行することできますからね。あ,のあくまでもこれが ちょっと23番はこれ審査請求全致主義がね適用されている、あの採用されている制度なら変わっちゃうけど、えー、まあこの問題からすると、これはなんか審査請求全致主義が規定されている場合ではないと思われるんで、ね、これ二23番の足からすると。ということは別にあの審査請求全致主義が法定されている場合じゃなければ自由選択主義ですから、好きな方をやっていいです。もう審査請求からやってもいいし、取消し訴訟からやってもいいし、どっちもやっても構わないからね、ね、えー、両方とも同時並行でやっても構わないということになりますので。 でちなみに同時並行やってるときは、大体裁判所が訴訟手続き止めておきます、一般的にはねあの。両方やれるんですよ。審査請求やりながら、取り消し訴訟もやれるけど、判断が矛盾する可能性があるから、そのときには裁判所の側が審査請求の方が判断早いんで、えー、審査請求の方が判断早いんで、審査請求の採決があるまでは、訴訟手続きを一旦裁判所の判断で中断するということはありますけれども、提起できないということはないです。ということですね。 あのあちょっと確認しておいいくださいあの行訴法の,、ねあ行法のね、8条3項なんかも後で見とくとき、あのはい、言ってみればあの訴訟手続きについては、審査請求と訴訟手続き一緒にやることができて、で審査請求と訴訟手続き一緒にやっているときは、訴訟手続きを裁判所が判断でえ一旦そこは中断することができると、と中止かな、訴訟手続きを中止できるなんていうのがありますので、そこも不安な方、解説にも書いてあるので、確認してください。はい、次にに国有普通財産の払いい下げについてです えとこれはもうシンプルですよね。あの処分性ありませんからね、あの判例は、えー、この普通財産の払い下げについては、あのいわゆるこれ、農地改革系の判例ですけれどもその、えーと、国有普通財産の払い下げは司法上の売買契約と考えられています。えー、ですので、えー、処分性なしということでおしまいということですね、はい。じゃあ25番、これで折り返しです、はいえー。課題に登録免許税を納付して登記を受けた者が、えー、登録免許税法に基づいて、登記官に対して、 税務署長へ還付通知してくれっていうふうに請求した。で、登記機関がその請求を拒否するまでの通知を行った。これも結構重要判例ですよね。その登記機関がですね、登記機関が還付についての手続きありませんというふうに拒否した。で、これによって、この拒否に取り消す訴訟を提起できるかって話ですが、あのもう本当に重要なところね。簡易迅速に還付を受ける手続きを利用することができなくなったっていうところ、これがキーワードです。 つまり、当期間を通じて簡単に還付請求ができると。えーえー、いいかな、えー。当期間を通じて簡単に還付請求ができるという地位が否定されたことを理由に、その拒否通知には、えー、処分性があるというのが判例でした。えー、一応、ここいいかな、えー。当該拒否通知は、当期等を受けた者に対して簡易迅速に還付を受ける手続きを利用するということができる地位を否定する法的効果はあるんだってことでしょうね。まあ、これはもう、絶対外せない判例。 で次も、えー、重要判例ですからね都市計、都市計画法における、あれだよね、管理者による同意拒否です。いいですね。これは処分性ないからね、あ,のあくまでもこれも確認しておいてほしいのはあの、開発許可っていうのは、許可によってできるようになるんですよ。いいよね。つまり、もともと都市計画法における開発行為っていうのは、もともとは知事の同意がなきゃ、知事っていうか、管理じゃない えー、公共施設の管理者の同意がなければできないから、同意が拒否されたとしても、できないものができないままなんですよ。つまり、何らの直接の個別具体的な方向化性がないんですよね。だから逆に言うとね、これが、あの同意をするんだったら、それはできないものができるようになるから。もともとこの制限かかってるわけでしょ、開発行為って。で開発行為って制限かかってるから、元はできないんですよ。で、同意によってできるようになるわけだよね。だから、同意には方向化性あるのよ。できないものができるようになるから。 だけど、同意の拒否って違うよね。同意の拒否ってのは、できねえものができないままなんだから、何らの方向かもないので、えー、処分性はないってのが判例ね。す、えっ、ー、と当てたやつです。では次に、はい、条例制定については、はいえー、とこれはもうさっき触れたんで、もうまるで条例の内容によっては、えー、取り消すの対象になる、はいえー、公立保育園の廃止条例ね、えー、横浜市の話かな、えー。横浜市の公立保育園廃止条例なんかに処分性認めてましたよね。はいじゃあ次、28番。 はい、病院中止開設勧告、これも重要ね、もともと勧告っていうのは行政指導だから原則処分制はないはずなんだよね、えー、勧告とかっていうのは、まあ、原則としては、その医療法上、まあ、今回、医療法上の病院地開設中止勧告だけど、もともと行政指導として定められているわけだけど、えー、ただ、これって一応、行政指導の枠を超えた方向化性が生じるから、処分制ありとした判例ね、あのどうしてかっていうと、勧告自体を無視しても、病院の開設はできるんだよね。 いいよね。だからもし仮にこれがね、病院開設中止勧告に従わないと病院が開けないとかならばこれはもう思い切り処分になるわけだよだけど一応この病院開設中止勧告っていうのはあくまでも勧告だからそれを無視して申請したら病院は開けるんですよ、えー、だから病院開設を中止っていうこの勧告が仮に出たで出たけれどもそんな勧告知らんがなって言って、えー、それで病院の開設を申請すれば一応勧告にとどまるものだから病院自体は作れるんですよ だけど、通達が後ろにくっついてるんだよね。通達がくっついていて、もし、この病院開設中止勧告に従わずに、病院の開設申請をした場合には、病院の開設はさせるけど、保険指定をあげないよっていうやつだったよね。で、保険指定が受けられない。まあ、簡単ば保険証が使えない病院になっちゃうわけですよね。で、でそういうふうになってしまうと、ここにもあるとおり、 行政指導としては定められてるんだけれども、当該勧告を受けた者に対し、従わない場合には相当程度の確実さを持って、指定を受けなくなるという結果を持つと。いやいねで、結果的にどうなるかという事実上の話だよね。その結果、事実上、病院の開設自体を断念せざるを得ないことになると。従って、行政処分に当たるということで、これはも,うもうそのまま、あの全部押さえておいて。 もともともう一回確認するけれども、行政指導としては規定されてる一応ね。法律上は。法律上、行政指導として規定されていて、別に勧告に従わなくても病院は開けるんですよ。だけど、その後ろにくっついている通達との関係で、保険指定が受けられなくなっちゃってるっていう紐づけになってたわけ。そうすると結局、勧告が出た時点で、事実上病院作れないのと同じ効果になってるでしょということで、処分せみ止めたといううになります。はい、29番。はい、29番はこれ丸でいいよね。刑眼関係ですから、 いいね、A に関する許可処分と B に対する拒否処分というものが、えー、と表裏一体になってるんですよ。だから例えば、これはあの東京12チャンネル事件だったね。あの要は A に対して許可、B に対して不許可が出てると。で、この時 B としては、不許可処分の取り消し訴訟を提起してもどうしようもないんですよ。だって A が許可されてる以上は、A が許可されてる以上は B の不許可処分を争うにもどうしようもないわけですよね。だって A, しか A と B のどっちかしかさ、警官関係だから、どっちかしか許可されない。 だからそうすると、A に対する許可処分というのは、実質的には B に対する不許可処分と同じ効果を持つから、まあ、その意味では B としては、自分の不許可処分取り消しっても無理じゃん、もう A が許可されているから。だから、A に対する許可処分の取り消し訴訟を提起することができるわけ、ね、いうね、えー、表裏一体の関係になっているから、えー、不許可処分を受けた B は、A の許可処分の取り消し訴訟を求められるという判例でした。はい、で次に原告的規格ですかねあのいわゆるあの飛行機関係ね。 あの航空法に基づく定期航空運送免許についてです、でこれに対してはあの、周辺住民の原告定格を認めてますからね、えー、なので、ここにもあるとおり、まあ、この辺がもう全部バツということになりますからね、あの航空機の騒音によって、障害を受けることを理由として、えー、あの取り消しを求める原告定格はありますからね。 まあ一般的なの生命、身体とか、あと生活被害とかね、その辺のものは原告的か、こういう開発行為型広く、あの開発行為型についてはね、まあ、今回はこの飛行機飛ばすも広くやえば国土開発みたいなもんだから、その開発型については、その生命、身体に対する直接的な被害を受ける恐れがあるとか、まあ、あとは健康被害とか生活被害とかね、えー、健康とか生活被害とかについてはまあ原告的かく認めますから。 まあそうすると結局、騒音による被害ってことになるとね、えー、これは健康被害とか、あとは生活環境に対する被害かな、まあ、本当にこれはしっかり抑えて、あの生命、身体とか、健康とか生活被害とか、まあ、そういったものについては、あの原告的か、肯定する傾向が非常に強いので、まあ、現にこの航空法の判例もそうでしたよね。はい、ということで、次のいきましょう。じゃあ、えー、どんどんいきましょう。 はい、えーと、運転免許の有効期間の免許更新についてですが、もうこれ、すごい有名な判例なので、忘れてる人確認して、あのゴールド免許の判例ね、えー、ゴールド免許の更新については、運転の,の利益あるからね、あのいわゆるうって一般運転、一般運転者とは違って、ゴールド免許の免許の更新を受ける利益は法律上の利益として、えー、ゴールド免許の更新を受けられなかった人が、えー、その実際、その、自分はゴールド免許なんだから、その、 ゴールドでない免許の更新は違うって言って争うことは判例認めてますからね。一応これはゴールドであるっていうことが一応あの法律の利益に当たるって判例です。で次も32番も重要ところあの。建築確認はそれを受けなければ工事をすることができないという法律効果が付与されているものに過ぎないが、はい。えっ、ー、と、この後ろがもう全部違います。えー、全部違いますあの。基本的にはこれ判例の立場と理由付け確認といて。建築確認っていうものは1回 工事が完成して、検査済証なり何なりが出てしまえば、それによって、えー、もう違法でないことが確定しますから、いいよね、あくまでもあの建築確認ってどういうものかっていうと、建築基準法に適合したものであるということの確認なんですよね。で、で実際、建築確認が出されれば、工事を着手することができてで、現にその建築確認を争っているとしても、建物が建ちました。 で建物が建って建築基準法に違反してない建物が建てばそれによってもなんか違法建築物ということはもうなくなるんだよね。なので、えー、実際、この建築確認に関する判例については,要は、まあ、これはちょっと触れとくと要は建築確認通りの建物である必要はないわけですよ。えー、建築確認通りの建物である必要はなくてあくまでもその建築確認っていうのはその関係法令だね。 判例法令に適合しているよということの確認で、工事の着手を認めるものでしょ。で、実際に建築基準法に違反しない建物が建った以上は、建築確認取り消実益って全くなくなっちゃうと。まあ、いうことから、一応ここにもあるとおり、まあ、工事が完成すると、えー、訴えの利益が失われるというのが判例ね、えー。訴えの利益が失われるというのが判例になりますので、ここはしっかり確認してみましょう。はい、33番。えー、これ、予備の論文で出てるやつね。あの行政手続法に定められ、公にされている処分基準。 えとちなみに、これ、キーワードは公にされてるという点ですよね、えー。公表された処分基準については、基本的にはこれは行政規則です。えー、ですから、国民に対する法規制ないんですよ。あくまでも処分基準というのは、あの行政の内部で作られている基準ですから、えー、そうすると、この、えー、と処分基準というのは、あくまでも行政の内部的なもの、まあ、高額上の行政規則にあたるものですから、えー、国民に対する法規制はありません。でただ 公にされている場合は、国民に対して信頼が生じるんですよ。あくまでも行政規則として、あくまでも処分基準で内部的なもんだよね。処分基準で内部的なもんなんだけども、これが公にされてると、国民に対して信頼が生じていきます。そうすると判例は何て言ってるかっていうと、公にされている処分基準が、これが例えば妥当性を書くものなら別です。内容が。 公にされている処分基準の内容に妥当性を書いているんだったら話は別だけれども、この公にされている処分基準が内容が妥当である限りは、それに従わずに処分基準を無視するものは、裁量の逸脱内容になるんですよ。関連立場からすると。えー、例えば、もともとこういうふうな処分基準がありますということで公にしていてで、その処分基準の内容がまあ妥当であるならばね、国民としてみれば、その処分基準に従った処分をされるっていうことは、当然国民としては期待するわけです。 でにもかかわらず、行政庁がその処分基準に従わなかったと、処分基準に従わなかった場合には、それはあくまでもその処分基準は行政規則で内部的なものではあるけれども、まあ、事実上、国民に対して不利益を与えちゃうわけですよ。その公にされている処分基準に従わないことが、予,測予想外の結果になるからね。なので、事実上そういうふうな不利益を与えることになるから、そのような、えー、妥当な。 公にされている処分基準について、それに従わずに行政庁が処分を行った場合、判例は裁量の逸脱乱用として違法になるとしているんですよいいかな。で、そこの部分をちょっと前提にいくと、じゃあそうすると、この処分基準において、先行処分を受けたことを理由として、後、え、行、ー、処分に課長する定めがあっても、えー、そのような課長の基準は先行処分の法的効果によるものとは言えないから、 先行処分に当たる処分の効果が期間の経過によってなくなった後は、えー、法律の利益は消滅するということはありません。要は、さっきも言った通りね、処分の期間がなくなったとしても、その課長規定があるわけでしょ。いいよね。つまり、これってよくあるやつですよ。営業停止処分があって、過去2年間で営業停止処分を受けたことがある人は、次は1.5倍にするよとかね。そういう内部基準があるっていうケースでしょ、これは。いいよね。例えば、 営業停止処分について、過去2年間で、過去2年間の間に、例えば同じような営業停止を受けたことがある人は、その2回目やったら1.5倍の重さにしますよみたいなのが、もう処分基準として決まっていると。で、処分基準で決まっている。で、それが公になってるわけですよ。とするとどうなるかっていうと、この非処分者からすれば、営業停止を明けてから2年間は重く処罰される状態なんです。いいですね。えつまり営業停止が明けましたと。 営業停止が明けたから、じゃあもう公的効果がなくなってるかってっそんなことなくて、あくまでもさっき言ったように、例えば過去2年間でやらかした人は1.5倍の重さにするよっていう内部基準があって、それが公にされてるんだったら、その人は、結局はその、さっき言ったけどね、公にされてる処分基準は、事実上行政庁はそのような処分基準に従う義務があるわけでしょ、国民との関係でも。そのあくまでも内部規範だから、繰り返すけどね。 あくまでも内部規範だから、行政庁の内部しか拘束しないんだけれども、まあ、さっきも言った通り、国民に対する信頼が生じている以上は、行政庁がそれとは異なる処分をすると、やっぱり裁量の逸脱インになっちゃうわけだよね。そうすると、結局は国民との関係でも、公にされている処分基準っていうのは、中身が妥当である限りは、それに従うことになるんだよ。そうすると、非処分者からすれば、営業停止が明けました。で、営業停止が明けたから、じゃあもう、訴えの履歴なくなるかって、そんなことなくて、その、 営業停止が明けてから、さっきの例で言うと、2年間の間は重くされるという不利益を受けちゃうわけ。ということは、重く処罰されない法的利益を回復するということがあるから、だから、その、さっき言ったように、その、喪に服している期間っていうのかなその、その期間の間、重く処罰されてしまう可能性がある以上は、やっぱりそれは先行の取り消しを求める訴えの利きがあるからね。っていう判例になりますので、ここは確認しておいてください。はい、じゃあ次の34、これは結論のみでいいかな。あの 在留外国人が、あの、なんか、再入国受けずに出ちゃったら、訴えるいけなくなるからね、えー。そもそも在留資格なくなっちゃうから、えー。そもそも在留資格なくなっちゃいますから、えー、結論としては、これは丸ということです。で、次に、あ35番はこれあの、担当という感じですかね。えー、原告は、えー、処分に関連する一切の違法を理由として取り消しを求めることはできません。えー、これ確認しておいて、10条1項ね。あの、自分の法律上の利益に関連するものしか言えないからね。 あのいわゆる、原告は主張制限が、行訴法でかかってますから、えー、事故の法律上の利益に関するものだけですからね。はい。で、次に、はい、執行名停止の申し立てについては、相手方の意見を聞かないで執行停止を命じる。えー、これはできません。あの、これは25条4項ですかね。まあ、この辺はもう相手方の意見を必ず聞きましょうという条文上の知識なので、えー、ちょっと忘れてる人は、行訴法の、えー、25条の、えー、っと、これは4項になりますかね。 25条6項で、えー、執行停止にあ、6項、ごめんなさい、25条6項で、えー、執行停止ってきてある。<laughs> 必ず相手方の意見を聞かなきゃだめです。聞かないでっていうのはだめで、必ず聞きます。で、次に、はいえーと、この37引っかかった人はちょっと要注意ね、あの担当とかで結構スれっと引っかかる人多い。処分の取り消し判決が確定した場合、当該行政庁は判決の拘束力に取り消さなければならないあの。そんなことないんですよ。 なぜならば、取り消し判決には形成力があるから何の何、何もいらないからね。いいよね。取り消し判決が確定すれば、もうこれによって、形成力によって、その処分はなかったことになるからね。いいよね。もうキーワードぐらいにしておきますけど、まあ、形成力がありますから、もう直ちに取り消しの効果が生じるので、別に改めて取り消すという義務が生じるのはそのまがないです。もう取り消し判決が確定すれば、その処分なくなりますからね。で次に38番。 はいえー、これも引っかかっちゃう人はもったいない、法令に基づく処分の申請を却下した処分、まあ、とりあえずなんか申請が却下されたんだね、えー、許可申請が却下されて、じゃあ、取り消しを求める訴えと、取り消しを求める訴えと、えー、義務付け、訴えが併合提起されている、いわゆる申請型義務付け訴訟が行われているって感じかな、えー、実際に申請の拒否処分が行われて、申請型義務付け訴訟と拒否処分の取り消し訴訟が併合提起されているわけですよ。 で併合提起されているときに、じゃあ、前者の処分が棄却されました、つまりこれ、取り消しだよね、その取り消し訴訟が却下され棄却されました、このとき、後者の義務づけの訴えも棄却されるか、えー、ということですけれども、これは結論から言うと、えー、これ、訴え却下になります。訴え却下になります。これ、反連立場が訴え却下なんですね。あのどうしてかっていうと、ですねこれ、ちょっと細かいんですが、あの義務づけの訴えが認められることが訴訟要件だってされてるんですよ。 つまり、この義務付けについては、えー、つまり、これちょっと細かいんですが、判例なんですよ。なんか一見すると棄却でいいだろうって気もするんだけれども、あの法案勝訴要件とは別物と考えられてるんですよね。この要するに、適法にその取り消し訴訟が提起されていて、まあ、いわゆるこれ、申請型義務付けね。 申請型義務付け訴訟においては、えー、その適法に取り消し訴訟が提起されていることに加えて、取り消し訴訟が任用されることも訴訟要件だというふうに判例は考えてるんですよ。ということは、えー、とこの処分の取り消しの訴えにつき、請求棄却された場合には、義務付けの訴訟要件を書くものと判例は考えてる、したがって、えー、シュッシュッと書いてありますが、これ、訴え却下になる。 これはちょっと間違えても仕方がないかなというところではあるんですけれども、こ、まあ、今年合格目標の方はちゃんといきたいね、ここはね。はい、じゃあ次です。はい、じゃあ、ここからは国媒ですかね、39番、はい。検察官が控訴を提起したが、えー、裁判で無罪が確定した場合、国売法上違法になるということはありません。あ,のあくまでも検察官は、その控訴提起については広範な裁量がありますから、無罪判決だから国売だなんて、私は、えー、ありません。 あくまでもまあ無罪判決とかかてもちろん憲法でいうと、刑事保障とかはあると思いますよ。その刑事保障請求の対象にはなるけれども、検察官の控訴提起が国家賠償法上違法になるということはまあないよで、ね。という、広範な裁量があるからねで。そして40番、はいえー、国賠法1条 1, 1項の公権力行使教師の教育活動も含まれるというのが判例です、えーと。ちなみにこれも口頭になりますけれども、この国、公権力の行使国賠1条1項の公権力の行使っていうのは、めちゃくちゃ広いからね。 一般的にはこう言われてるよね、そのまあ、行政作用全体の中から、国家賠償法の2条1項、まあ、いわゆる公の映像物の設置管理、それから純然たる死刑罪作用を引いた全部だよね。すいべい、ね、ての行政作用の中から、国家賠償法2条1項の領域と、えー、純然たる死刑罪作用の領域を引いた残り全部が、この国賠1項の対象になるので、えー、なんでここにあるとおり、学校の先生の教育活動とか、まあ、あとはよく出てくるのは、行政指導とかね。 行政指導なんかも、まあ、このあとやりますけれども、行政指導はだから、取消訴訟の対象にはならないじゃん、公権力性ないから。公、え、権、ー、力性もあの具体的な方向化性もないから、えー、取消訴訟の対象にはならないけど、国家賠償の対象にはなるんだよね。はい、で次に、はいえー、41番、も、まあ、これ結論としてはもう×ね、あの国売の、えー、職務を行うについて、これは外形標準説に立ってますよね。えー、ですから、公務員の、えー、内面とかは問いません。えー、あくまででもその公務員が外形上、ね その職務を行うについての外見を育てればいい、まあ、外見標準設定いうです。で、ちょっとコメントしておくと、だから有名判例としてはあれだよね、えー、警察官が非番中に強盗殺人を起こしたみたいなやつが有名な子ころですよね。あのー、要するに <laughs> その非番中の警察官が制服着て、えー、職務質問を装っても、で、実際、結論では強盗殺人やっちゃったみたいな場合でも、それは国賠に対象になるのは、あくまでもこの主観的にと問わないんですよ。その公務員としての外見を唱えているかどうかが国賠のポイントです。で、次に、はい、四十番。まあ、結論はここはいいですかね。ええー、公映像物が通常有すべき安全性の有無については、はい、えー、当該映像物の本来の用法に従った用法を使用前提で判断されるべきであって。 はいえー、設置管理者の通常を予測していない異常な方法で使用された結果については、あ損害については負わない、はいその通り、えー、これ、テニスコート審判台事件あたりが想定できればいいかな、あのまあ、ちっちゃい子どもがテニスコートの審判台に登って、なんか変な体重のかけたりして倒れちゃったっていうね、それ、その子が亡くなっちゃったっていう場合には、それはあのいわゆる設置管理の可視っていうのは否定されたよね。<laughs> はい43番いきましょう、えー、43番もこれ、国売では重要判例ですかね。 社会福祉法人 C の設置する児童養護施設に、まず <laughs> あの前提としてこれだよね、児童福祉法に基づく D 権の措置により、入所した児童との関係では、施設の職員は公務員として使われます。いいですね。あくまでもここはポイントはそこだよね。あの要は、普通の民間の,その児童養護施設であってもね。<laughs> 民間の児童養護施設であったとしても、この児童福祉法に基づいた県の措置により入所した児童との関係では、施設職員は公務員として扱われます。ということは、ポイント、国家賠償法においては、公務員の被害者に対する個人責任は直接負わないよね。だからもし仮にここにあるとおり、この児童福祉法に基づく入所措置によって入所した児童がいます、でそして職員の過失によって他の入所児童から暴行を受けて怪我をした、でこの時に、これ、施設職員だね。 施設職員の養育看護行為が、えーと、国家賠償法1条1項の適用上、県の公務員の、あ県の公権力の行使にあたる公務員の職務行為としてされるとき、まあ、されるんですよ、基本的に。その民間人であったとしてもその、県の措置によって入所した児童との関係では、その職員は公務員という扱いになる。そうすると、公務員個人は、はい、不法行為責任を負わないよ,、ね、い,いよね。これはもう確実に抑えましょう。あの 個人が不法行為責任負いませんということは、はい、使用者である C も民事上の使用者責任を負いません。というのが判例ね。もともと E の E 個人っていうのが不法行為責任を負わないわけです。ということは、使用者も使用者責任を負わない。というのが判例の立場だねあの。これも重要判例なんでしっかり、えー、確認しておきましょう。国、ま、売、あ、は出る判例だって決まってくるからね。しっかり行きたいですで。次に、44も重要判例です。 加害公務員が特定できないケース、で判例の事案を覚えてますかね、あのけ健康診断でその、なんか病院の医師が毒へ間違ったのか、保健所の職員が間違ったのか分かんないけど、結核のレントゲンを見過ごしちゃって、でそれで、まあ、健康診断を受けた人に対して異常なしっていう形の健康診断の結果を送ったところ、まあとあと見てみたら結核の症状、思いっきり出てるじゃんと、でそれでまあ実際、その結核が重症化したことで国家賠償を求めたときに、結局、お医者さんのミスなのか、 保健所ののの職員のミスなのかが分からないと、まあ、結果的にあれでしょ、健康診断を受けたら、まあ、異常なしっていう健康診断をもらっちゃって、それでまあ実際、大丈夫だと思ったら重篤化しちゃったって、でこの国家賠償請求するときに、加害公民が誰なのかっていうのが分からないわけですよ。で、この加害公民が分からないときに、損害賠償請求ができるかっていうのが争われた判例で、でこれはまあそれが判例も早期できるというかね。 まあこのように、えー、一連の職務上の行為の過程によって、他人に死害が生じさせた場合、えー、具体的にどの公務員のどのような違法行為によるものかが特定できなくても、はいえー、これ、論文でもちゃんと言えるよね、まず、えー、と一応、それらの一連の行為を蘇生する各行為のいずれもが、国または同一の公共団体の、えー、公務員の職務上の行為に当たるときには、 国またははは公共団体は免れることはで、きないで一応これね、回答は丸にしておくんだけど、ちょっとこれ、足りないねあのはよあの、判例の規範としては、一応ちゃんと触れておくと、あのちょっと確認するね、あの判例が言ってるのは3つあって、1つは、その <laughs> いいかなあの、全員がちゃんとやってれば、損害が発生しなかったこと、つまり例えば A さんなのか、B さんなのか、C さんなのかはわからんと。 A さんなのか B さんなのか C さん、誰がやらかしたのかは分からない。けれども、A さん、B さん、C さん、みんながちゃんとやってれば、損害が発生することはなかったっていう関係。そして、かつ、A さんがやらかそうが、B さんがやらかそうが、C さんがやらかそうが、国家賠償が成立するという関係になっている。そして、3つ目がこれなんですよ。そのすべての人が、結局、同じ国または公共団体の職務上の行為である。その3つを満たす場合には、加害公務員が分からなくても OK だってした判例なので、 正直これ、うん、そこも聞いてほしかったねってところだね。あの足がちょっと長いんで、どうしてもそうなっちゃうんだけど、あのえー、と一応これ、えー、と44番は今、私が口頭で触れたところですが、まあ、せっかくだからちょっと解説の方う見ましょうか。解説の19ページのところに書いてあるのちょっとこれ補足しておきます。えっ、ー、とね、一般的にはこう言われてるかな。あの これがまず一つ。つまり、もう全員ちゃんとやってたんだったら被害が生じなかったって関係。<laughs> これはあれかな。えっ、ー、と40、44番の解説部分です。えーとまあ、この3つの要件が一般的に求められています。えー、要するに、いずれかに濃い過失の違法行為があったのになければ、右の被害が生じることはなかっただろう。つまり、A さん、B さん、C さん、全員がちゃんとやってれば大丈夫だっただろうと。そして、さらに、誰であったとしても、国売の対象になるよと。 それがどのような行為であるにせよ、これによる被害につき、行為者の属する国または公共団体が法律上賠償責任を負う関係があること、そして最後に、えー、全員が同じ国または公共団体に属している、えー、この法理が肯定されるのは、それらの一連の行為を蘇生する各行為のいずれもが、国または同一の公共団体の公務員の職務上の行為に当たる場合に限られるという、えー、3つ言ってるので、 そうすると、ちょっとこの問題は、なんか、丸一丸二を書いてない、留保がないから、ちょっとだけなんか不信ぜというか疑義がある問題ではあるんですよ。その丸三だから必ず不法行為責任が追及できるっていうわけではないから、あの、必ずしもちょっとこれを、なんか自信持って丸とは言えないけれども、一応まあ、仮にだからその意図で罰にした人はいいかなって気がする。要は、ここに書いてある、あの、丸三ね。 えー、一連の行為を蘇生する各行為のいずれかが国または同一の公共団体の職務上の行為に当たる場合に限られるだけではなくて、これ、○丸2だって要件でしょと、えー、丸1のみんながやってれば損害が発生しなかった、で誰がやらかしたとしても国媒の対象になるっていう、この丸1と丸2も要件だから、戻るね、えーと、この44の足では要件足りねえよというね。 要件足りないよっていう理由で罰だと判断した人は、それはそれでいいと思います。あの正直、これはもうなんか予備試験に限らず、どうしても問題としてちょっと不親切な問題かなと思いますけれども、一応そこまで加味してね、さっきの一丸二の要件もちゃんとなければダメなんだから、えー、44の言葉はこれ一義的にどうなんだっていうね、えー、そういう判断で罰にしちゃった人は、それはある程度仕方がないのかなというね、えー、気がします。まあ正直そっちの方が正確だからね。えー、というところです。まあ、ちょっとここはあの判例の確認ぐらい。 でそして次に、ですね、えー、これも有名判例ですかね、警察官が、えー、交通違反した、えー、交通違反してるパト,パトカーで追い回したら、逃走車両の走行によって第三者が損害を被ったという事案でした。でこの時に警察官の職務執行は、えー、当該追跡方法が職務目的を遂行する上で必要かつ相当であった場合は違法にはならないよねあの。必要かつ相当じゃなければダメですよ、それはもちろんね。えー、ですが、まあ、警察官が要するにこれ、 あれででカーチェイスした事案ですよね、えー、交通違反してる人に警察官がパトカーで追いかけ回したら逃、逃げてるその違反車両がまあ事故っちゃったと、まあ、いうときに、追いかけ回す行為、警察官が追いかけ回したのが、これが違法な、その言ってみれば国家賠償法上違法と評価されるかという話だよね、えー、ではあるんだけれども、ここに書いてある通りこの警察官の職務執行が、職務目的を遂行する上で必要かつ相当であるならば、それは第三者の関係でも違法にはならんか。 はい、で次に、はい、国家賠償は無過失責任です、ここまであってますが、はい、結果発生の回避可能性がなかったとしても否定されない、これね、ちょっと確認ね、条文上は国賠2条1項は無過失責任です、えー、条文上は国賠2条1項って無過失責任なんだけど、結果回避の可能性が全くないものは、過失に当たらないっていうふうに判例は考えるよね。 つまり映像物が通常、有すべき安全性を書いていることが可視で、もう結果回避の可能性が全くない不可抗力による事故の場合には、そもそも可視に当たらないとして否定するんですよね。なので、まあ、ここにあるとおりえ、全くあの否定されないわけではなくて、この結果回避が全くできないとえ、結果発生の回避可能性がなかった場合には、そもそも可視に当たらないと。そして、えー、否定されることになります。 はい、じゃあ,あと4問ほど、<laughs> はい、じゃあ47番、はい、河川の河川ねえ、未回収河川に要求される安全性は、はい、過渡的な安全性を持って足りると。そうですよね、あのこれはもう前半はもう完璧です、あの川については、どうしてもあのマ,マクロ的な考えが必要になるんだよね、マクロ的なコールが必要になるから、この財政とか技術とか社会制約の中での、その一般に施行されてきた その地水事業による河川の改修、整備の過程に対応する過渡的な安全性が足りるとでで、だから道路の管理の場合とは、判断基準もおのずから異なる、その通りですね。あのちなみにこれ、道路については、念のため確認しますけれども、47、丸ねあの、これもちょっと口頭で確認すると、あの道路については予算不足とか理由にならないか、あのど,どこが違うか確認、復習しておいて、道路っていうのは、あの行政が自分で作ってるんですよ。 道路っもともと何もないところに道路として作って、で共用してるわけだから、その管理するお金がないとか、えー、管理するのに時間がかかるとか、そういった、まあ、特に財政的な理由はあの面積になりません、道路の場合は。だから例えば、うちには予算がないから道路の整備ができませんと、えー、うちには予算がないので道路の整備はできません、もしくは、まあ、予算が十分ないから道路の整備には時間がかかるんだみたいなね、そういうふうな、えー、言い分は一切通らないんですよ、道路は。 なんでかって言ったら自分で作ってるんだから、ねえー。ということです。ただ河川はそうじゃないでしょ。河川はもう自然界の中にある危険なものを国が国なり公共団体がね、まあ、それを事故防止者の立場で抑えようとするものだからその全然レベルが違うんですよね。もともと川っていうのはねもう氾濫の恐れのあるようなもともと自然界に存在する危険なものがあって。 それを国または公共団体が、その事故を防止するものとして、その、ここに書いてあるときに、財政的、技術的、社会的な制約の中で、しついて進めていくわけだから、それについては金がねえとか、ある程度時間がかかるとか、そういったものについてはある程度考慮されるんですよ。だけど、道路の場合にはそういった、特に予算ね、これ、次自由で、特に予算については、面積の対象にはならない、面積自由としては認めないっていうふうにしています。48番。 はい48番これ、もう結論は丸なんですが、ちゃんと定義言えるようにしておいてね、映像物が通常有すべき安全性を欠いている状態を指しますよと、そして、はい、映像物以外の第三者に対するものを含む、これ、いわゆる共用関連化しいわゆる空港とかのやつね、あのまあ、重要ところですかね、大阪空港訴訟なんか、まあ、あのいわゆる空港訴訟ね、空港訴訟に関する大阪,あの大阪、えー、と空港訴訟あたりでまあ言ってるやつです。 でそして最後に49番と50番ですが、49はもうしゅるっと丸にしましょうあの。どうしてかというと、これはもう担当でめちゃくちゃ聞かれるし、あの損失保障で必ず触れるやつ、損失保障は同時立候補の関係ないからねあの、土地の収容と損失保障は同時立候補まで保障したもんじゃないからね。えー、なので、まあ、ここにあるとおり、えー、憲法29条3項の問題です。えー、あくまでも、 憲法29条3項というのは、損失保障について定めたものだけれども、収容と同時履行の関係にあることまでは保障していない人が判断。そして最後、50番ですが、はい、土地収容法における損失保障、えー、ということですから、えー、完全保障だよねあの。いわゆるあれですわあの、農地改革は相当な保障でいいわけですよね。農地改革なら相当な保障でいいんだけれども、土地収容法は完全保障を求めますから、まあ、50番に書いてあるとおり、完全保障で OK ということになります。 と、はい、ということで一応、50万まで見ましたので、えー、まず、ちょっとまああの正答率の方を確認していただけど、おそらく他の科目と比べると行政法は取っ組みにくいというかね、えー、なかなか正答率取りにくい問題ではあると思うんですけれども、あのまあ逆に言うと、あのまあ取っ組みにくい方が多い分だけしっかり取れれば点数、ね、あの稼げるところなので、まあ、特に目標点としてはね、えー、まあ入門段階の方は40問。 でまあ今年合格目標の方はまあ45問以上みたいな形でなんとか、ねえー、抜けているところを確認しておきましょう。では、それでは、ねえー、最後に記述式、簡単に確認しておきましょうかね。で記述式については、えー、一応、回答冊子の方を使って、えー、ここは書けてほしいかなみたいなものをちょっと見ておきましょう。まあ、さっきの担当と比べると、まあ、ちょっとコンパクトにやっていきましょうかね。はいえーっとまあ、抜けちゃまずいよというところで、まず、えー、1番、まあ、でこれ、多分書き方としてどこまで書けばいいかとかあるだろうから。 まあ大体こういうことかけてりゃいいよっていうところを並べました。まあ、法律の留保については、もうこれ定義そのままちゃんと。えー、行政活動については根拠となる法律の存在が必要という原則で。で、そして、この適用範囲については侵害留保ですね。まあ、権力的な侵害行政っていうワードが入ってればいいでしょう。えー、権力的な侵害行政、あ、ごめんなさい。えっ、ー、と、すいませんでした。えっ、ー、と、映ってなかったね。はい。すいませんでした。はい。えっ、ー、と、こんな感じです。 えと内容としては行政活動には根拠となる法律の存在が必要であるというのがまあ原則としてあるわけですよねで。あとは適用範囲については侵害留保説、えー、権力的な侵害行政というところがまあ見て取れればいいでしょうね。では次に2番、えー、法規命令と行政規則、これは絶対に外しちゃダメです。あの定義ですから、えー、法規命令は、まあ、言ってみれば国民の権利義務に関する法規制があることです、えー、法規命令は。 つまり行政権の定立する法規で、要するに国民との関係で法規制を持つ、まあ、言い換えれば、国民の権利義務に関する一般的か抽象的な規範が法規命令で。行政規則っていうのは、法規たる性質を持ってないものです。つまり国民の権利義務に対して何らの干渉も持たないものが法規あの行政規則です。<laughs> いいですかね、一応これは 書くべきものはこれで,いいです違いを説明しそうだけど、もうとにかくかけてほしいのは、法規命令って言われたら、国民の権利義務に対する何らかの影響がある。国民の権利義務に対する規範、あの法規制がある。で、行政規則っていうのは、そういった法規制がない。国民の権利義務に対する法規制がない。だから、例えば典型的なのは通達とかですよねえ。通達であったりとか、あとはさっきやった、えー、と処分基準とか、審査基準とか、あとは行政指導指針とかね。 まあそういったものについてがまあ典型的かな。はい、じゃあ3番、えー、肯定力についてあの、実際書かなきゃいかんのは、当然無効な場合は別として忘れないでください。あのこれ抜けちゃうと結構まずい。あの肯定力というのは基本的に、当然無効な場合は別として生じるんですで。あとは正当な権限を有する国家機関によって取り消されるまでは、一応適法の推定を受けますよと、まあ、いうところまで書けてればいいでしょう。 で4番は、これはもう小田急の規範言えればいいです、あのこ,ここに書いてあることがもうバシッと言えればいいで、特に論文なんかでは、裁量の逸脱乱用がなき限りあり違法とはならないみたいな話ね、えー、裁量の逸脱乱用がなき限りは違法とはならないとした上で、じゃあ裁量の逸脱乱用ってどういう場合ですかみたいな話ですよね、で特にこれはあの行政、取り消し訴訟だったら、行政事件訴訟法30条との関連で論じることになるね。 行政事件訴訟を30条の関連で論じますけれども、まあ、ここに書いてある通りです。あので、あと、論文書かれる方は、まあ、もちろん皆さん書くと思うんだけど、論文書くときにさ、この最初忘れないであの、判断が裁量権の行使とされたことを前提として、判断が重要な事実の基礎を書く場合、または判断の内容が社会通念照らして、著しく妥当性を書くものと認められる場合に違っとないですからね。はい、ということで、はい、じゃあ次に5番、無効な行政行為とはどのようなものか。 はいえー、ここにも書いてあるとおり、はいえー、キーワードとしては、とりあえず、あの肯定力、不可層力がないということが書ければ OK。無効な行政行為ってどんなものかということですけれども、まず、取り消しうべき行政行為との違いを留意しつつ、私のでつけたのは、あのここ書いてほしかったということです。取り消しうべき行政行為との違いっていうのは、えー、肯定力と不可層力がないということです。であとは、じゃあ、どんなものかってことだけど、いわゆる重大明白説書いてもらえばいいです。その無効な行政行政為っていうのは まあ、取り消しすべき行政行為との違いとしては、肯定力、不可措力は生じないということと、あとはその定義としては、えーまあ、要件かな、要件としては、この重大かつ明白の2要件だね、まあ、特にこれ、予備試験だと令和4年の、えー、と予備試験で問われているので、えー、一応、重大かつ明白な歌詞であることが必要になります。でただし、問題で指定したよね、例外的に必要とされない場合がある要件。 あの重大、明白のうち、明白性要件についてはあの、第三者を保護する必要がないような処分、例えば課税処分とかね、そういうクローズな処分については、明白性要件いらない,というとが判明ですので、まあ、そこまで、まあ、無効となるけれども、まあ、例外としていらない要件については、まあ、ここかな、処分の性質上、第三者の信頼を保護する必要がないような要件については、例外的に明白性の要件がなくてもいいと。だから、ここで聞かれているのは、だから、無効な行政行為というのは、重大かつ明白な。 もので重大かつ明白な価値があるようなものだと、ただ、処分の性質上、クローズなものというのかな、その第三者の信頼を保護する必要がないような課税処分とか、そういったものが典型ですけれども、そういうものについては、明白性要件はいらない場合があるよというところを押さえておきましょう。じゃあ次、6番、違法性の承継、これもあの忘れてる方はね、安全認定と建築確認の判例は、2つの要素を見てるね、実態要素と手続き要素、両方見てます。 実体要件としては、相結合して同一目的の達成を目指し、これを完成するものであると、まあ、ざっくり書けたらいいかなという気がします。まあ、ただ、論文手前にもうね、あ,のまあ今年の予備とか今年のロ労とかね、えー、ちょっと論文控えてる方は、もう書けなきゃいけないとは思うんですけれども、まず実体要件は相結合して同一目的の達成を目指して完成させることで、手続き要件は、先行行為の争う機会がない。だよね 先行行為の適法を争うための手続保障が十分に与えられていない場合に、例外的に違法性の承継を認めるということですはいじゃあ、次7番、ちょっと問題数多いですけど、どんどんいきましょう。7番については、こちらはまあ忘れてる人向けかなあの、受益的行政行為は原則として職権取り消し撤回認めないんですね。 なんかもう既得的な利益がもう生まれちゃってるから、7番の問題では、受益的な行政行為については原則として職権取り消し撤回は認められないんだけれども、ただ、例外的に認められるのは、この1から3のいずれかですねあの、同意がある場合、相手方の奇跡性がある場合、それから非核考慮の上公益上の必要性の方が上回る場合なんかは、えー、受益的行政行為の職権取り消し撤回は、例外的に認められるということになります。では次に8番 はい、損失保証はいるかいらないか、ちょっとこれ、チェックシートの方からちょっと引用してるんですが、原則保証はいらないからね、あの受益的行政行為の撤回が認められた場合には、え原則としてはこれはいらない。けれども、例外が必要な場合があるんでね、あの原則としては、もともと、いいかな、そのこの原則いらない理由としては、もともと行政財産っていうのは必要に応じて撤回されるってことが、もともと。 ね、内在的制約としてあるからね、えー、なので、まあ、原則として保障はいらないけど、例外は、キーワードはこれかなその、行政財産についての撤回の必要性に関わらず、使用権者がなお当該使用権を保有する、自主的で要有すると認めるたに対する特段の事情がある場合ですね、まあ、この場合には例外的に保障がいりますというところで、ここもあの論文とかでもしっかり、えー、拾いたいところ、ではちょっと9番もいっちゃいましょうか、えー、行政行為の不瞰のみを取り消せる場合はあるか。 はいえー、ここれれはもででいいですあの要するに、俯瞰が行政行為の重要な要素でない場合や、性質上過分な場合には、えー、行政行為の俯瞰のみについて取り消しを求めるということが認められているね。では次に10番、はいえー、10番は宝塚パチンコ訴訟です、えー。行政庁は行政上の義務の履行を求めて、知、えー、人を被告する民事訴訟を提起できるか、えー、キーワードはこれね、行政上の義務の履行を求めるものはできないからね。で 一応これねあの、回答としてはこれ、宝塚パチンコ訴訟が言っている通り抜き出したので、えー、宝塚パチンコ訴訟では、えー、この国または、えー、ここまで引いとこうか、えー、宝塚パチンコ訴訟の中では、えー、国または地方公共団体がもっぱら行政権の主体として国民に対して行政上の義務の見行を求める訴訟は、法律に特別の規定がある場合に限り定義できる。ということは、法律に規定がなきゃできないってことね。 でね、一応これ宝とかパチンコ訴訟の半紙から引っ張ったので、法律の規定がある場合に限り提起することが許されるというふうに一応抜きましたがあの、もちろん皆さんが回答を出すについて、法律に規定がない限りできないでいいからね、要はね、法律に規定がなければ、あのこの行政上の義務の履行を求める訴訟はできないということになりますで。理由もつけるんだよね、はい、理由については、はい、あくまでもそれは法律上の訴訟に当たらないからです。 だなまあ、これ、全部引いといてほしいかなという気がする、つまりあくまでもあの <coughs>、権利、法律関係に反する紛争じゃないのよ、あくまでも、そのまあ、行政権の主体としてですね、えー、行政権の主体として行政上の義務の履行を求めるということは、それはあの個人の権利、法律関係に関しての、えー、具体的な紛争ではないんだよね。 一般公益の保護にあたるから、その権利法律関係に関する、えー、具体的な紛争としての、その、法律の総称っていうのを書くんです。法律の総称も確認しといて、ね、その、はい、あの、権利、あの、国民の権利法律関係についての具体的な紛争で、えー、法令の解釈適用によって終局的に解決できるものっていうのが、法律の総称ですから、まあ、その法律の総称の方に当たらないんですよねということです。 でえー、11番、十一番については、これはあの土地区画整理法上の土地区画整理事業計画決定に処分性を肯定した判例、まあ、平成20年のやつね、でこの時にまに、あ、問題文としてもちょっと絞っちゃったんですがあの、公権力性と直接の個別具体的方向化性と合わせて、権利救済の実効性の観点も考慮して処分性を肯定したと、でちなみにこれ、権利、ごめんなさい、えー、と2行目かな。 あの直接の個別具体的方向化性については、これはあれだよね、事業計画決定がなされてしまうと、まあ、実際、試験制限が起こるわけですよね、えー。試験制限が起こるし、そのまま完治処分に向けて手続き、どんどん進んでいきますから、まあ、実際にこの土地区画整理法上の土地区画整理事業計画決定がなされた時点で、まあ、強力な試験制限がかかるということと、あとは反例の言ってるキーワードとしては、その強力な試験制限がかかることに加えて、完治処分を受けるべき地位に直接に立たされることになるのよ。 なので結局、個別具体的な方向化性はあるよねと、それが直接発生しているよねとしたわけですが、それプラス、権利救済の実効性の観点については、どういう点について、えー、実効性を肯定する方向で判断したかっていうね、ちょっと聞き方が変だったんですが、要はあれですよ、勘違処分がなされちゃうと、事情判決になっちゃうよってことです。そのだから本来だったら別にその 土地区画整理事業計画決定で取り消訴訟を提起しなくても、勘違処分がなされた時点で、勘処分の取り消訴訟っても、一応検討できるのよ。その勘処分は間違いなく処分性あるから。だからその後、後続する勘違処分がなされた時点で、その勘処分に対する取り消訴訟を提起するってことも検討できるけれども、ただ勘処分の取り消訴訟を認められるかっていうと、事情判決が出る可能性が極めて高いわけですよね。だってもう工事が完了しちゃってるから。そうすると、たとえ、その、 事業計画決定の違法が認められて、完治処分の取り消し決定の中でそれが認められても、結局、事情判決が出てしまうわけだから、その権利救済の観点からすると、やっぱり原告の望む救済にはならない。だから、その完治処分がなされる前の,、えー、この事業計画決定の時点で、やっぱりその取り消し訴訟を提起させることが、手続き情報必要だよねということを言っているので、まあ、ここはきちんと。 えーまあ、一応書いてある通りなんだけどねあの、関連が言ってるところを確認しておいてください、その実効的な権利救済の観点からすると、要は監視処分の取消訴訟を提起するとすると、やっぱり事情判決にしかならないから、もし仮に、ね、その計画決定の違法が認められても、事情判決になるから実効的な権利救済ができないから、だから事業計画決定段階で、その取消訴訟の提起を認めるという実績があるんだということを言ってますね。はい、じゃあそれでは折り返し12番 えー、この12番の判例もこれ、めちゃくちゃ重要判例です。あの行政計画の中止変更によって損害を被った市人が賠償を国公共団体に請求できる場合があるかということですが、これ、一般的にはあれだよね、あの判例として有名なのが、まあ、沖縄の村に製紙工場を誘致したってやつですよね。えー、村,長村長というか村一丸となって、えー、沖縄のある村に製紙工場を誘致したんだけれども、その後に村長が選挙で負けちゃって、反対派の村長が勝って、全部その。 誘致計画をひっくり返したとでその誘致計画がひっくり返されたことでは、それが不法行為になるかということが争われた、まあ、いわゆる、まあ、そういう判例でしたよねで。その中で言ってるのが、キーワードはまあこのあたりですかね、えー、計画自体が、えー、特定のものに対して、えー、特定内容の活動をすることを促す、えー、個別的な干渉を行っている、えー、そして干渉を受けたものが相当長期にわたる信頼をしたとで、そういう場合ですよね。 でその場合、社会観念上、看過することができない積極的損害を被ってるにもかかわらず、損害転付するなど、対象措置を講ずるなく施策を変更していると。そして、やむを得ない客観的自由によるのでない。大、ま、体、あ、いいこのあたりのキーワードが言えてればいいかな。あの一応、まあ、分け方としては、細かく分けると5つなのかね。要するに特定のものに対して、まあ、ここかな。 細かく分けるといくつ5つかな。その特定のものに対して特定内容の活動をすることを促す個別具体的な干渉を行っていて、でその干渉を受けたものが信頼したで。これ分けるのはここで2つかな。1つはだから、その計画主体が特定のものに対して個別具体的な干渉を行ったこと。でそれについて干渉を受けた人が、えー、相当長期にわたるその存続、その事業が進むんだと。その計画が進むんだということを信頼した場合。でそして、えー、まあ、 さらにはそれが変更することによってね、変更によって、社会関連上、緩和することができない積極的損害が生じること、でそれから損害を添付するなど、代償措置を講じていないこと、損害ををするななど措置講じていいことそしてやむを得ないし、客観的自由がないこと、まあ、これらを要件に、まあ、一般的には、えー、この不法行為責任が発生し得るとしていますので、まあ、一応分けるとそんな感じかしらね。 1,2,3,4,5と。まあ、あの必ずしもこれなんか判例が1,2,3って分けてるわけじゃないけど、例えばまあ皆さんが試験でまあ規範立てていくんだったら、まあこ,この辺のところの要素をわた忘れずに書いてねって感じ。だから要件みたいに丸一丸二って答案上書く必要ないよ。あの要件みたいに丸一丸二丸三っていうに書く必要ないけど、あの少なくともなんか判例の規範を読み落とさないっていう意味では、この5個はカバーしたいかな。個別具体的干渉を。 非者が相当長期の存続のしんを信頼したこと、えー、社会観念上、緩和できない積極的損害が生じたこと、えー、損害店舗等の代償措置がないこと、えー、そしてやむを得ない客観事情がないこと、まあ、これを要件というわけではないけど、こう,こういうような場合には不法行為になりえますよというのが判例立場、ね、で次に、えー、と13番、これも重要判例ですかね、えー、行政指導の相手方が行政指導に対して不協力、不服従の意思を表明している場合に、行政庁が行政指導の継続を理由として、えー、建築確認を留保できるか。 えー、ちなみに原則できないからね、原則はあの行政指導っていうのは、相手方の任意の協力に基づいて行われるものだから、いいよね、えー、基本的にはね、その行政指導の性質からすれば、相手方の任意の協力に基づくわけだから、えー、この行政指導に不協力、不服祉の意思を表明している場合には、行政指導が行われる理由だけで県知確認を留保することは違法です。これが原則です。 ただ、問題で聞かれているのは、そこもそうなんだけど、例外があったよねってことを聞いて、ちょっと聞きたかったんでね。えー、これちゃんと言えるようにね。特段の事情が存在しない限り違法です。で、あまあ予備の過去問でもこれ何回か、あのまあ予備とか司法でも問われているわけだけど、あのポイントは特段の事情があるかですからね。あの大体ポイントになるのは。 その建築主がもう不協力、不服従の意思を表明したあとは原則としてその行政指導の継続を理由として建築確認を留保できないんだけどただ、ここにあるように比較考慮だよねその当該建築主が受ける不利益と右行政指導の目的とする公益上の必要性を比較考慮してえ建築主の不協力が社会通念上正義の観念に反するものと言えるようなえ特段の事情がある場合には 建築確認留保は例外的にに適法になり得るんだよねなんで原則は違法だけれども、その特段の事情、まあ、今回ね、建築主の不協力が社会通念上、正義の観念に反するような事情がある場合には、例外的に違法とはならない可能性があるという判例の立場を押さえておいてください。はい、で、14番、さっき私言っちゃったんで、あの行政指導には処分性はないけれども、あの国家賠償の対象にはなるよという話、ね、いいよね。 えー、ということで、まあ、14番はそれでいいでしょうかねあ。で、一応これ、この抗議説については、さっき言った通り、説明できるよね。二については、14番ね。その行政指導が国家賠償の対象となるのは、この抗議説っていうのは、すべての行政作用から国売2条と、純然たる死刑罪作用を引いた残りが、公権力の行使に当たるんだっていうね、そこがちゃんとあの説明できるようにしておく必要があるからね。で、15番。 はいえー、一応、行政庁の C の抑制と不服も立て便宜って言ったらいいよね、これはね。<laughs> はい、処分制の定義、まあ、もうこれあの書けなかったらアウトなので、あのもう書けなかったら、もうあのちゃんとかけるようにしといてください。<laughs> はい、17番、えー、交通違反の反則金納付の処分制、えー、これ、処分制ないね。なんでかって言ったら、反則金の納付っていうのは別に義務じゃないからね、あれね。えーまあ、ここにもある通り、反則金の納付通告があったとしても、えー、それは反則金を納付すべき法律の義務が生じるわけではなくて、 要は、任意に反則金を納付したら控訴が提起されないというだけの話ですから、えー要は、要するに交通違反で反則切符切られたからといって、その反則金を納める義務はないんですから、えー、なので、別にその反則金の納付通告自体で、そのまあ、具体的な方向化が生じてるわけじゃないからね、払いたくないゃ払わなくていいんですよ、反則切符って。その時きはまあ起訴されちゃうかもしれないけれども、要はあれっていあのは、交通違反の反則の通告っていうのは、あれは、 その反則金を納めれば、その控訴が提起されないというだけの話で、別に反則金を納める義務があるわけじゃないので、えー、という話ですよね。はいじゃあ次、18番、ここからもうっとやっちゃいます。18番もこれ、処分制と同じなのであの、ちゃんと法律上保護された利益説書いてね、えー、ということです。まあ、皆さんが例えば論文書くときにあの、例えば法律上の利益って言われたら何っていうところをバーっと書ければいいだけの話なんで、もうここはあの吐き出せてるかどうかですので、で19番も同じ。 あの無効確認の訴えの,その原告的確の判断、これ、補充的無効確認の中でね、補充的無効確認訴訟の中で、現在の法律関係で目的を達することができないものって何ですかって言ったら、これだよね、当事者訴訟とか民事訴訟と比べて、無効確認を求める訴えの方がより直接的かつ適切な法訴訟形態であると見るべき場合っていうことです。これも定義にとどままりますかね であとは、えー、次の20番、えー、仮の義務付け、仮の差し止めと執行停止比べたときに要件が重くなっているのは何、2箇所言ってとっていうことですけども、これもあの仮の義務付け、仮の差し止めというのはハードルが高いんですよね。なぜかというとあの、執行停止は重大な損害なんだけど、償うことができない損害になりますよね、えー。仮の義務付け、仮の差し止めは償うことができない損害であることが必要だし、あとは法案について理由があると見えることが必要になるよね。 あの執行停止の場合には、負けないとは言えない理由んですよね。執行停止の場合には、理由がないとは言えないっていう理由で執行停止は認められるんだけど、まあ、仮の義務付け、仮の差し止めっていうのは、実質的にね、あの法案で勝つのと同じだけの効果が仮の救済段階で生じちゃうんで、えー、なんで、それだけ要件を拡張しています。えーまあ、理由があると見えるという積極要件になっていると。はい、21番、はいえー、国または公共団体に国家賠償一条責任が発生する場合の加害公務員の個人責任、これは一切負いません。 いいですねえー、公務員、個人は被害者に対して直接責任を負うことはありませんので、えー、ここはあのもう例外なく負いませんということ、ね、で、理由は一応書いてあると,ということですね。で、22番、えー、これも重要判例ですよね、えー。こちらも論文対策になりますけど、国または公共団体に国賠責任が発生する場合、あ、ごめんなさい、間違えた、22番、国会議員の立法不作為ね。えー、国会議員の立法不作為が国家賠償法上違法と判断されるのはどういう場合か。あのだから、これはあれだよね。その 要するに多分違憲だからといって、例えばね、あの憲法上違憲だからといって国家賠償になるかどうかは別の話だよね。そのまあ、特にこれ、22番ではこれ、在外法人選挙権訴訟の中で、あ,のあくまでもその、ある法律が違憲だとで。ある法律が違憲で違憲無効だっていうことと、じゃあ、その違憲無効であることに対して損害賠償をしろっていうのは話は全然違うレベルの話で、ね。いいよね。あ,のあくまでも、例えばある法律が違憲無効であるとか、 ある法律が違法であると判断されたで。違法であると判断されたとしても、そのことをもって直ちにその国会議員の立法不作為があるから国家賠償上違法で損害賠償をしろっていうふうには結びつかないわけね。で、どういう場合かっていうと、例外はこの2つ言えればいいよね。あの、国会議員の立法不作為または、あの立法行為または立法不作為は、これだね。 国民に憲法上保障されている権利を違法に侵害することが明白な場合や、で在外法人選挙権訴訟はこっちだよね、なんだよね、憲法上保障されている権利行使の機会を確保するために立法措置を取ることが必要不可欠かつ明白なのに、正当な理由なく長期にわたって放置した場合、こういう場合のみね、この場合です。 でちなみに、この在外法人の選挙権訴訟で、えー、これは国弁対象となったんだよね、えー。この在外法人選挙権訴訟の中では国家賠償を認めたんだけれども、まあ、この青い方ですかね、えー、今書いたところで言うと、えー、憲法上保障されている権利行使の機会確保のための立法措置が必要不可欠かつ明白なのに、正当な理由なく長期にわたって放置しているという特段の事情がある。まあ、そういう場合には、ただ違憲だけだという話じゃなくて、えー、損害賠償としての国家賠償も認められるということだね。 はい。で、次に23番定義です。公の映像物の設置管理の歌詞は、まあさっきちょっと言っちゃいましたね。えー、通常有すべき安全性を書いてるってことが書いてあればいいです。えー、通常有すべき安全性を書いてるよってことが書いてあればまあいいでしょう。で、ちなみにこれ歌詞が認められるかについては、えー、構造、用法、場所的環境、利用状況等、諸般の事情を考慮して個別具体的に判断されます。いうこと、ね、で、あと2問、えー、24本の、はい、あの、広報関係と司法関係のね、あの、 いわゆる広報司法一元論って何ですかっていう考え方で、要は広報関係に司法関係が適用されるかどうかは、個別具体的に決すべきだという考え方でした。でそして最後、25番ですが、これはまあ論文でもやっぱりすげえ聞かれるやつあの。租税関係において審議則の法理が適用され、うべき場合とはどういう場合かで。一応問題でも青色申告事件を踏まえてって言ってるから、もう青色申告事件で示された4つ書いてあればいいです。えー、まず、公的見解の表示。まず丸1だね。 えー、公的見解の表示、それから、まず、あ、丸1ね、えー、公的見解の表示、で、次に、その症状を過失なく信頼、丸1を過失なく信頼、そして、丸2の、その、丸2の信頼に基づいて過失なく行動した、そして、反する処分が行われて経済振り付けを受けた、この4つだね。あのこれだからもうざっくりかけてればいいけど、要はまず、公的見解が表示されて、それを過失なく信頼したこと。 それに基づき過失なく行動したこと。そして公的見解に反する処分による経済的不利益が生じたこと。という感じかな。まあ、ざっくり書くとね、えー、もう一回まとめますけど公的、信頼の対象となる公的権が表示されたことで。それを過失なく信じたこと。そして、それが2つ目ね。過失なく信じたことが2つ目。それに基づいて過失なく行動したことが3つ目。で、4つ目が公的見解に反する処分で経済的不利益が生じたことの4つが示せてれば OK かなというところです。 とととといいううここここでで一一応応ままが解説になります、えー、と特にまあ行政法、まあ、論文対策になりそうなところをちょっと記述式でも書いてはいるんですが、あの特にあの行政法のコツは、まあ、論文で問われる判例ってかなり限定はされているんですよね。でで聞かれているときには、その判例が示している、まあ、判例の判断枠組みであったりとか、まあ、あとは規範に当たる部分かな、まあ、そのあたりのところを引っ張り出さないと、まあ、論文なかなか書けないとてこともあるので、まあ、特に今日扱った、 えとまあ、問題文でいうと25問ありますけれども、25問で特に判例の判断枠組み示しているよみたいなところは、ぜひ使いこなせるようにしておいてください。まあ、特にあのこれから2年目講座としてまあ合格答案とかを受けられていく方とかは、まあ、このあたりの問題についてはまあ具体的な事例の中である程度はね。 あのまあ、規範をインプットしていくということになると思うんですけれども、まあ、入門段階でもしっかり、ね、あの出てきたものはちゃんとこなしていただければと思います。で、まあ、これでまあ大体7科目しっかり、えー、まあ民法から始めてやっていったところなので、ぜ、ま、ひ、あ、7科目分ね、あのまあ例えば行政法以前の問題とかも、確かアーカイブ残ってると思うんで。 まあ、適宜まあ問題とかをちょっと見ていただいて、えーまあ、しっかり効果測定の方で使っていただければと思います。では、それでは、えー、本日の行政法一斉テストの解説は以上といたします。それれでではお疲れ様でした